こんにちは、コミーです。今日はこちらなんですけど、前回数日前にこれを編む動画をやりまして、まあ、その時に悩んでいた、ほどくという決心をしました。これをほどこうかなと思って、あ、今日ほどく動画ですね。だからほどこうかなと思って前回動画を始めたというか、ほどこうかなくらいな、思いつきでしたよね。ほどこうかなみたいな。でもこうやって編み地見たら、いや、ほどけないってなって、で編んだ動画だったんですけど、撮影終わって編集するときにはもう決まってた。あ、これをほどこうって思いながら編集してた。で、なんでそのほどく決心ができたかっていうと、裏上ベストにこう合わせてパターンにね、ついてるカウルっていうのがあるんですけど、このフィッシャーマンズリブで編む。それを見て、あ、これがいいじゃんってなって、もうすぐ、あ、じゃあこれにしようって。そのカウルは、そのベストと合わせて着ると、タートルネックみたいに見えるよ、みたいな、パターンの表記ね、モデルさんが着がしているので、まあ、裏上ベストを編んだ糸と同じ糸で編むと、そのような感じになると思うんですよね。だけど、まあ、違う糸で編んでも一緒に着てもいいだろうと。で、今編んでるそのベストはグレーだから、ここ赤と合いますよね。だから、これであれ編もうって思ったら、もう、あ、じゃあ早くほどこうみたいな感じに、もう速攻、そう、もう思った時にやらないと、また伸ばしておくと、ね、気が変わってしまうから。まあでも良かったと思って。なんか、可愛いし、フィッシャーマンズリブ、この編み地好きだし、ほどく理由が、なんかいまいち、ね、これっていうのがないからほどけなかっただけで、サイズ感的なものがちょっとぼんやりして編み始めちゃったのもあるのかな。まあでも最初に編んだものがまた違う。これね、一回ほどいてこれにしてってやってるから、なんかちょっと迷子中な感じですよね。でも次は大丈夫だと思う。ということで、ちょっと喜んでほどいている感じです。最初の部分が、一番最初に編んだものの編み癖が結構強くついていて、うねうねなんですよね。で、あー、できるかわかんないけど、ちょっとスチーム当ててみようかなーっていう気になってる。この、ね、ここ、フィッシャーマンズリブのところはそんなにこうきつい編み癖ではないかなと思うんだけど、最初のところこの辺が、これ編んでる時にも、ああ、これはひどいなと思ってたから、ちょっとやってみてもいいかなと思ってはいますけど、うまくできるのか。時間かかりそうだなって思ったりして、なんとなくでもいいんですよね。なんとなくこうやってほどいてもわかるかもしれない。こっちのこの最初の部分の癖が結構強いっていうのが。ただ当てるだけでいいのかな。
とその辺が、まあやってみるか。すごいチリチリ。とりあえずほどけたので、飲み物に行きます。今日の蓋付きマグカップ。はい。梅シロップのお湯割り。こんな感じでいいんでしょうか。一点にもできない。ケートにはこの麺は触れてない。伸びてるのか映るかな。ちょうど影になっちゃうか。ちょっとこれがほどいた直後のうねうねで、今これが少し当てた感じ。ちょっと適当だからこんなだけど、ちょっと伸びてますよね。一本ずつやらないとダメなんだろうか。一本ずつじゃなくても大丈夫なのかな。ちょっと絡まっちゃうのが一番怖い。このままどうしてもでしょうものが、もちろん丁寧にやるなら一本ずつきちんと当てた方がまんべんなく当たるとは思うけど、それが嫌になっちゃうならいっぺんにでも少しかけた方が違うよっていう。これやったら、これは初期のめちゃめちゃうねうねのところだから、この後半のそこまでうねうねになってないところぐらいまでは伸びる気がする。そんなに濡れてない。ってなったら、ちょっと今は無理だな。
中心が入っちゃったけど、とりあえずできました。よし、最初のうねうねは割と伸びたと思う。これ最初のところですけどね、これなら十分ですよね。はい、ということでリセットしました。カウル編みますんで、結局またフィッシャーマンズリブですけど、ちゃんとしたサイズで使いやすいサイズにしてまた編み始めようと思います。本日の手芸は19時45分から動画を公開しています。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。インスタグラム、ツイッター、ワンセブンライブなどもやっています。そちらのフォローもお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。